お疲れ様ですカの久保です。す、えー。の久保今回はですね、FX と弁護士、それぞれのプロの世界について、共通点がありましたので、ちょっと紹介したいと思います。えー、というのがね、私の FX 専門コース、FX オリガルヒーには、卒業生さんが4名いらっしゃるんですよ。つまり、もう指導を受けることなく、自分の力で FX で勝ち越しが維持できるから、もう自分でやっていきますねっていうふうに、 私の元を離れた方なんですよね。で、そういった方が4名いらっしゃるんですけども、そのうちの1人、実はね、55歳の方が事務職ってことで聞いてたんですけども、実はね、この法律に関わる仕事をしている方らしいんですよ。もしかしたら弁護士かもしれませんし、まあ裁判官なのかもしれませんね。その辺は教えてはもらってないですし、私も聞いてないんですけども、その方が言うにはね、弁護士になるためには、 人知識がたくさんいるから勉強にあ学校に行って勉強するんだって言われました、それから勉強の中にはいろんな判例をね、調べていって、それで過去の判例から整合性を取る、えー、判決を下したりとか法律的な判断をするんだって言われました、まあ、バランスですよね、それから最後は精神力らしいんですよ。やっぱりね、 被告も原告も自分をより有利にしようと思って、まあ、いろんな弁説を使ったりさまざまな証拠を出してきたり証拠を隠したりしますですので法律に携わる自分たちの力量っていうのがものすごく問われるんだそれはま,、まあ、まさに、ね、精神力だっていうわけですよ、ね、考えてみたら FX の世界もこれ見てくださいまずは基礎用語が最初にありますこれが大体私は3ヶ月ぐらいでできると思うんですよ というのが FX の基礎用語、50個か60個ぐらいしかないんですよね。1日1個やっても2、3ヶ月で終わると思うんですよ。もちろん、覚えきれなかったら、4ヶ月目、5ヶ月目に入ってね、反復をずっとしていけばいいんですけども、新しい用語が出るってことはないですからね。はい。そして、法律の世界にも基礎用語って当然必要です。そういうのが頭に入ってないと、まあ、判例を見てもね、何もできないですよね。例えば、 債権とか債務とかね、この違いが分からなければ、まあ、なかなかね、法律に関わって、お金の問題とかやり取りできないと思うんですよ。でも、弁護士を目指す人の第一歩は、まさに債権と債務の違いを理解することとも言えます。ね、だって、円高だったらどっちに行くとか、ね、ドル高だったらどっちに行くっていうのを最初に覚えるようなもんですよ、頭、こんがらがっちゃうでしょ、でも、これをやり始めると、当たり前のように頭に入るんですよね。 そういう風な形で FX も法律の世界もまずは基礎用語があります。FX は基礎用語が少なくって法律の世界は山ほどあるって話です。ですんで、あの、法律の世界ってのはね、この基礎用語の箱がものすごく縦に大きく伸びるんじゃないですか。それから公式です。FX の世界での公式というと何かっていうとね、テクニカルの技術なんですよ。例えば坂田五報とかね、エリオット波動とか、まあゾーンとか、 うーんまあそんなもんじゃないですかそのぐらいフォーメーション分析とかその辺が頭に入っていればあとはチャートを実際そのテクニカルに当てはめるだけだと思います弁護士さんも似たような形で公式とは言いませんけども過去の判例が山ほどありますそれを頭に入れることによってバランスの良い判断ができるということですよね FX もね結局何で公式があるかっていうと 過去の膨大なデータで期待値と返金値を出して勝ち越せるように今の現状から結果を導き出すってことの連続なんですよね。ですんで FX の世界は公式はそんなにありませんけどもまあ弁護士の世界は判例とも言える方式がね膨大あるんでしょうね。それこそ何十年分とか言ってあると思います。で、これからもたくさん公式が生まれてきて新しく新しく理論はできてきます。法律の解釈が変われば当然 判断も変わってくるでしょう。でも FX の世界は公式に変更や追加はないです。基礎用具に変更や追加もないです。ですんで、弁護士よりは FX の方がもしかしたら簡単かもしれませんね。で、最後は精神力です。これは個別で随分差が出るものだと思いますんで、一番大きな箱にしてます。やっぱりね、ビビったりとか人に止められておどけるようでは FX では 勝てなないいのかなと思いますしだからといってね、あの無理やり FX をやってもダメなんですよ、今日はやらない方がいいなと判断したら、心を鬼にして、パソコンやスマ,ートのスマホの前から離れるっていう精神力も必要ですからね。で、文具さんに求められる、法律の世界の方に求められる精神力ってのは、やっぱりどんな時でも目の前の事象に立ち会わなければならないってことじゃないですか。そして依頼者の 利益にになななるよように自分の働きを見てていかないといけないかととけっころですよね例えば明らかにこの人は犯行を犯しているんだけどもそんな犯人と言えるような人に対しても依頼を受けたらその犯人の例えばね刑が少しでも軽くなるようにあの手この手アドバイスをしなければならないですよねそういった自分の正義感とは全く別の方向のベクトルについても この精神力を発揮しなければならないのでものすごくね大変だと思いますそれは FX の大変さよりも大変だと思いますまさに FX は人間と関わりませんけども弁護士さんは人間としか関わりませんからねはいここまで話してきてね単純に思いますけども金持ちになる努力と金持ちになる結果をバランス取ると FX の方が弁護士さんより 圧倒的にに簡単には見えるんですよこれは皮肉な話です大変な仕事がたくさんの給料をもらうっていうのが基本的な路線ですけども必ずしも全部のマーケットがそうななっっててはいないってこととななのかなと思いまますね、まあ、こういったことをね法律に関わる事務の仕事をしている私の FX ゴリアリの卒業生さんにね言われましてね確かになと思ったんで今日ちょっと聞いた後で忘れないうちに話してみました <laughs> 皆さんどのように思われますいやーでも FX って本当になんか魅力的でありなんだか魅惑的ですね。それじゃあ失礼します。